2700万人突破キャンペーン開催のお知らせ&始めるなら今新米菊池応援キャンペーン開催のお知らせ来ましたね。ということでどうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はねこのキャンペーンが、まあ、ついに来るということで、いや俺はね本当に欲しかったよ。そう、俺本当に欲しくて、というのもあのねアルバハ N の素材だよね、アルバハ N の素材が足りなさすぎて、アルバハ HL 俺毎日自発してたんだけど自発できなくなっちゃってて、そうアルバハ N って出すのめんどいじゃないですか。半額でトリガーを集めちゃいたいんだけど、もうそれのトリガーが枯渇しちゃってて、俺もうヒーヒーしてた。ここ1ヶ月ぐらいかな、もうそこまではずっとやってたんだけど、もうそこら辺からヒーヒー言ってたんで、まあこの突破キャンペーン開催のお知らせは、まあおそらく BP 半額来るっしょ、まあ、BP 半額は欲しいかなっていうようなところっすね。じゃちょっとまず始めるなら今新米菊池応援キャンペーン開催のお知らせ、これから見ていこうか。これ何が応援されるわけ。新米菊池応援キャンペーン開催いたします。まあ明日から鬼滅の刃コラボがあるんで、まあそこら辺で新米菊池が増えるだろうということでの応援キャンペーンなんでしょうけど、9日の5時、ほうほうほう、あさってですね、あさっての朝5時ということはガチャ系に関するキャンペーンかな。20日、各ミッション、あミッション形式なんだ、キャンペーンポイント、あーあったな、こんなんこんなんあったね。なんか多分 SSR 確定チケみたいなのもらえるんかな。キャンペーンしてランク100以下の、あ対象外だ対象外ですね。またキャンペーン期間中ランク100以上のよ、なんでなんで参加できないの。あなたはねランク275なのよということで、デイリーミッションと新米ミッション何もらえるわけ。コロッサス系マグナ、レビアンゲイズマグナ、コロッサスマグナ、石は欲しいよね正直。あのマグナ石無凸でしかもらえないじゃないですか今って。三凸で欲しいよな、そう言われると。もらえると嬉しいかもしんないですね。 SS レア武器、 SS レア召喚石、リバーマグ、あやったねみんな。 SS レア召喚石、強力な加護、召喚石効果を持つ召喚石入手を、本キャンペーンでは3回上限解放され、レベル100の状態に入手できる。これは嬉しいね。そう、もともとね無凸だったんですけど3凸でもらえるんですね。でまああのまあちょっと違い分かんない人いるかもしれないけど、無凸だと加護効果 50% なのね。そう、加護効果 50% で、3凸だと加護効果 100% なんですよ。うん、だから、まあ、あの無凸の状態だったらちょっとさすがに入れないよねみたいなことがあったんだけど、三凸の状態でマグナ石がもらえるんだったら、まあ、あのとりあえず入れといていいかなっていうような感じになってると思います。まあ、あの最近キャンペーンの配布でマグナ方陣後陣の武器がね3本4本と入ってるような状態になってるから、もうマグナの三凸でもらえるんだったらこれはガチで嬉しいですね。まあ僕は対象じゃないんですけど、チクチクチク、ハゲオの指輪、栄冠の指輪、指輪を使って EX リングを解放、お気に入りのキャラクターを強化しましょうということで終わりですかね。うん、そうだね、まあ、マグナ武器と SSR の、 あの召喚石がもらえるよっていうキャンペーンなんだな。まあこれは新米菊池には確かに嬉しいキャンペーンだわ。まああのやっておくといいんじゃないかなと思ってます。まあ僕は対象外の、なんで僕が参加できないの、ミザ君はねランク275なのよ、ということで2700万人キャンペーン見ていきましょう。こんにちは、運営事務局です。2700万人突破したことを記念し、2700万人突破キャンペーンを開催いたします。12月8日5時、明日ですね、明日から始まる。そうですね、あ10連ガチャ無料キャンペーン早いな。おい、8日明日より22日までで、22日からおそらく行く年来る年キャンペーンが始まるんで、まあかなりの長い間の全体開催期間になりそうですね。10連ガチャ無料キャンペーンが、21まで、すごいな無料ガチャ長いね。2700万人突破記念スタンプログインキャンペーン、毎日のログインボーナスに報奨石200個を追加してプレゼントいたします。8日から22日だったらさすがに200個でもバカにならん数字になるぞ。
キャンペ限定クエスト、まあこれはランクポイントを上げるのであればかなり優秀なイベントになってるから、まああのグラブルのランク上げするならぜひっていう感じだね。 RPXP が 1.5倍、 APBP 半額キャンペーン、これ嬉しいね。全てのメインクエストの初期 AP 半分、対象のマルチバトル参加時における初期 APBP が半分、もしくは消費なしになります。ということは今日やるんだったらアーカルムの転生のサンドボックスが良さそうっすかね。うん、理由としてはアーカルムの消費キャンペーン半額にはなんねえだろ、さすがにな。フリクエ半額キャンペーン、 AAP 半額キャンペーンってのが来ないとダメだもんね。フリークエストの消費 AP が半分となります。エクストラクエスト半額キャンペーン、まあ10点集加入素材とかもいっぱい集められるドンっていうような感じかな。マルチバトル消費トレジャー半額キャンペーン、ルオーが書いてあるね。まあでも六竜の自発素材ってあんまりなんか激烈にきついわけじゃなかったんで、まあ普通に考えてきついのアーカー社とかが出しやすくなるっていうような感じかな。で武勲の輝き、栄誉の輝き、獲得量増加キャンペーン、うんうんうん、よろずやサポート効果キャンペーン、アーパス追加、アーパス追加はね、まああんまりもうあんまりもうアーパスって感じじゃねえよな今。まあ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 、ちょっとアーカルムパスポートでこれで10賢者も加入させましょうっていうような感じですかね。8日から22日だったら結構なアーカルムパスポートだな。俺40枚ぐらい今溜まってるから、ちょっと使えるだけ使っておきたいですね。はい、ということで今回はこんな感じのキャンペーンみたいですね。いやーでもまあとりあえず BP 半額が嬉しすぎるわ。アルティメットバハムート N はもう30連行きまくろうかなーって個人的には思ってますね。まああの自発のあれの自発素材、アルバハの自発素材は100個単位でちょっとキープしておかないと大変なんだなということはすごい心強く思ってしまったので、まあ、少なくとも4月まで持つ120個は用意しておきたいな。そう、あのアルバハ HL 自発用の素材ね、120個用意しておけば4月のあのアニバーサリーキャンペーンまではあの間に合うから、まあ、とりあえずちょっとその4月のアニバキャンペーンまで合わせてアルバハ HL 自発素材集めるぞっていうのと、まあ俺はそうだね、他にはまあアーカー社でもアーカー社混雑するからな、まあ、AAP 消費半額がないからちょっとアーカルム やりづらいからな。サンドボックス今のうちにやれるものか、うーんそうだね、アーカー社マグナ、まあでもなんか俺これがあってもサンドボックスに行きそうな気がするな。なんか自発済ませたらサンドボックス行っちゃいそうな。めちゃくちゃ欲しいアイテムが現状ないんだよね。まあ、あの10点最終2の生放送があるからさ、10点最終2の素材とかがちらっと発表されたらそっちの方で素材集めに行こうかななんていう風に思ってますけど、うん。まあガチャ回しながら俺はマグナ武器掘ろうかなアーカルムでなんていう風にちょっとまったり思っておりますね。うん、ということで、まあ初心者の方とか、まああの最近、まあ僕もそうだったけど、アルバハ HL の自発素材足りないとか、自発素材枯渇系とかね、あとそうだプロバハの角もねえんだよ俺、プロバハの角もねえから、まあ自発ちょっとささっと済ませて、あれ消費 AP80 で重いから、まああの AP 自発だけ済ませちゃって、強バハの、あ違うわ、強バハ自発用のバハムートの角もチラチラ集めておこうかななんていう風に思っております。ということで、まあ今回はね、初心者向けに新米寄付し応援キャンペーン開催のお知らせっていうのが、まあランク100未満の方対象であるのと、あと2700万人突破キャンペーンが開催されてるよという、開催されるよというところで、まあ待望のです、俺は少なくともアルバハ N やりたいので待望の、キャンペーンが来たということで楽しみに待ちたいと思います。まあ8日といえばね、鬼滅の刃のコラボも発生しますので、まあ、僕もねちょっと歌いながら強くなれる歌いながらねもう行くから、うん、それでもう炭治郎が水の呼吸一の方竜竜舞みたいな、そんな感じで行くんで、俺もそんなノリで妖怪やるんでよろしくお願いしますという感じでした。それじゃあまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。